はい、さ午前中ちょっと晴れてて、もう雨降ってきちゃってるんですよね。すごい雨です。コナドリア。他のはそんなに変化がないっていうか、まあまあ、ぼちぼち新芽は出てきてるんですけどね。新芽は出てきてるんですけど、今のところ、まあ自分の中で一番注目してるのはコナドリア。夏か、秋か、どっちでしょう問題ですね。でうちのコナドリア、地植えの分なんですけど、夏花だらけです。夏花だらけ。この新芽の脇に必ず1個。あ、これなんかわかりやすいですよね。新芽の脇に必ず1個。全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。15、6個ついてますね、夏花が。夏花ですよね、これね、今の時期、つくのは。夏花だと思うんですけどね、すごい量ついてますね。ただこれ2年目の木なんですけど、熟さないかな。この辺も新芽、ちょっとこのまま様子見てみます。やっぱコナドリアって夏花なんじゃないでしょうかね、どうなんでしょう。ちょっと雨が小降りになったんで、こっち見に来たらそんな発見がありました。ほら全部ついてるんですよ。葉っぱの芽の脇に必ず果実の芽が必ず出てきてますね。皆さんのお家のコナドリアどんな感じですか？うちのはこんな感じですね。まあ休みのたびに必ず雨降ってるんですけどね。コナドリアの近況です。